週間の天気をお伝えします。週明けは寒気の影響などで雨が降るところがあります。北海道では山沿いを中心に雪が降る可能性もありそうです。峠道など運転される場合には路面状況に要注意となります。その後、西日本から東日本では水曜日以降、日差しが届く日が多く、穏やかなお天気となりそうです。一方、北日本では周期的に変化していきますので、日差しの活用は計画的に行うようにしてください。気温を見ていきますと、前半は平年よりも低めとなるところが多いです。後半になると平年並みとなるところが多くなります。日々の気温変化で体調を崩さないようにお気をつけください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。